ヒズオイジンは、小池和夫原作、池上良一作画による漫画、また、それを原作とした OVA。小学館、ビッグコミックスピリッツ1982年1月15日号から1986年3月30日号まで、連載。悪の巨大組織、GPX に、恋人と青春を奪われた元アメリカンフットボーラー、茨城啓介の愛と復讐の戦いを描く。 モンテクリスト博を意識して企画された復讐劇。実質的な前作にあたる愛、上男は主人公が復讐を果たせぬまま未完に終わったが、リターンマッチにあたる本作では、主人公は復讐を一応の形で遂げることができた。高橋留美子を筆頭としたラブコメに流行が移り、旧来の劇画が失速していた時期だったことから、傷い人でも一部コメディが試みられたが、 最終的には男たちが単行法に一貫分以上をかけて血統を繰り広げる王道の劇画で物語は決着する。茨城圭介は一流のアメリカンフットボール選手だったが最愛の恋人、夏子と共に有名人を出演させる闇のポルノフィルム制作組織 GPX に拉致される。圭介と夏子は愛を貫いて出演を拒否し続けるが、 彼らの策略によって夏子は自決。さらなる報復で母を殺され、自らも麻薬使用の濡れ衣を着せられて投獄される。すべてを失ったことによる怒りと復讐心を生きる、糧とした代償として短期間で白髪となり、監視を驚愕させた。服役を終えたケイスケは GPX の手が唯一を呼んでいない、ブラジルの奥地にてリオバラキと名乗り、ブラジルの奥地で、 ガリンペーロとして、金の採掘を続けながら復讐のために再起をかける。日本人のガリンペーロがいるという情報をつかんだ、草加優子は取材のためにのブラジルへやってきて、ケイスケと出会うが、会うや、稲やケイスケは、優子をレイプする。優子はケイスケに反発しながらも心惹かれ、行動を共にするようになっていった。財宝を求めて、共に旅を続ける中、 夏子への思いを断ち切れずにいた、ケイスケの心は、優子によって癒され、やがて喪失相愛になる。ついには、ポルトガルの財宝を手に入れるが、マフィアとの戦いが起き、ケイスケを、銃弾から守って、優子は命を落とす。ケイスケは、アメリカ合衆国へ渡ると、財宝をもとにアメフトチーム、ニューヨークリベンジャーズのオーナー兼クォーターバックの、実業家、ジョー・剣として、 社交界で頭角を表し、GPX をおびき寄せることに成功する。GPX のナンバーにカルロザンビーノとの戦いで、ブラジル以来の仲間だったペギーを失うも、カルロのファミリーを取り込み、講座のストラに加わることで、裏社会の力を手にし、GPX の核心に迫っていく。そして、ケイスケを狙う資格だったミスティを伴侶とし、GPX との最終決戦に赴く。 ケ介スケはそれに勝利し、最終的には GPX をケ介スケが乗っ取る形で復讐を果たす。各国の要人や政財界の大物を顧客に一流のスターやスポーツ選手の男女が出演するポルノフィルムを制作、販売していた謎の組織。出演者候補に選ばれたものは事前に個人情報や弱みを握られており、脅迫同然に出演させられている。ケースケは 出演を拒否したことによる報復によって、無実の罪で投獄された上、その過程で夏子と実母を失い、復讐へと身を置くこととなる。GPX とは、g ッ o d Pornographic X レーテッドフィルムの略称。しかし、この名は組織の実態を隠すための表向きの名称で、真の名称は、Great Person X という。真の役割は、CIA の一機関として、 世界各国の要人や、政財界の大物などといった最重要人物をリストアップし、これを管理、監視、場合によっては暗殺することにあり、ポルノフィルムの制作、販売はその人物たちを顧客として把握するための手段に過ぎなかった。統括権限は CIA 長官であり、その事実をホワイト大佐が対決の末に残したテープに告白記録した音声を聞き、ケイスケは、 愕然とする。また、GPX の真の正体を知っていたのは、CIA 長官、ホワイト大佐のみで、カルロやジジですら、真の正体を知らされていなかったが、ケイスケがその正体を知った時には、GPX はすでに解体されていた。ありがとうございます。